皆様こんにちは。ピラティストレーナーのあずさです。さあ今月のテーマは呼吸をしようです。皆さん一緒に頑張りましょう。では始めていきたいと思います。まず両足を曲げていただいて、左手で右足を外側からかかとを持ちます。そしたら右手はお尻の後ろに手を置いていただいて、右足を外しましょう。背骨は後ろに丸く丸めながら、右膝は伸びないですが、かかとのエネルギーを前にぐーっと押していきましょう。その時に上体が前に引っ張られていかないように、上半身は後ろ、足は前に引っ張り合いっこすることで、左の背中側ですね、広背筋のストレッチをしていきます。しっかり呼吸を入れて60秒ストレッチしていきます。終わったら反対いきます。右手で左足の外側ですね、かかとをキャッチして、そのまま左手は後ろに置きましょう。右側と同様に上半身は後ろに背骨を丸めて、左のかかとのエネルギーは前に押すことで、右の背中側ですね、広背筋をしっかりストレッチしていきましょう。肋骨の後ろ側の裏側のストレッチです。こちらも60秒キープしていきます。では皆さん頑張っていきましょう。 See you!